コンスタンティヌス2世は、ローマ帝国の皇帝。全名は、カエサル・フラウィウス・クラウディウス・コンスタンティヌス・アウグストス。皇帝コンスタンティヌス1世とファウスタの間に、長男として生まれるが、母親は、不義密通の罪で処刑された。宦官が取り仕切る、宮廷内で、他の二人の兄弟と共に育てられる。335年以前に結婚したことが記録から、知られている。 337年5月22日に21歳の時、父コンスタンティノス一世が死去しその葬儀がコンスタンティノープルで行われたが滞在地の距離から参加しなかった。葬儀のしばらく後でコンスタンティノープルにいる親族は粛清された。その後、三人の兄弟は会談を行い、9月9日に揃って即位した。コンスタンティノス二世は 帝国全土に及ぶ権威を有していたが、実際には三人が独立君主として政治を行った。コンスタンティヌス二世は、ブリタンニア、ガリア、ヒスパニアを統治していたが、三帝、コンスタンス一世に北アフリカの領土の分割を要求した。拒否されたためアルプスを越えて、弟の領土へ攻め込んだ。340年春、北、イタリアへ進行するが、 事前の準備が不十分だったことからアクイレア近くで行われた戦闘で捕らえられ殺害された。知性はわずか3年足らずであった。なお、コンスタンス1世は戦闘自体には直接参戦しておらず、4月9日になって兄コンスタンティノス2世の死を知らされている。このことからコンスタンティノス2世は340年4月9日以前に殺害され、 没年齢は20代前半から20代半ばと推定される。子孫は残していない。ローマ皇帝群像によると、コンスタンティノス2世の祖父コンスタンティウス1世は、ナルダニアから来た貴族エウトロピウスと、皇帝クラウディウス・ゴティクスや皇帝クインティルスの名にあたる、クラウディアとの間に生まれた息子である。しかし歴史家の多くは、この系譜は、コンスタンティノス2世が捏造したもので、 地位が高い二人の末裔に見せかけたかったのだろうと考えている。一説に、コンスタンティヌス二世の実母は、ファウスタではなく、ジップの妾だった女性とも言われている。この場合、コンスタンティヌス二世は非着室師となる。また、父の前妻、ミネルイナを実母とし、クリスプスの同母弟とする文献もあるが、歴史家の間では、否定的である。いずれにしても、 この二つの説を採用する場合、コンスタンティウス二世とコンスタンス一世は、イボ帝に当たることになる。また、実母に関する一説と関連するが、コンスタンティヌス二世は317年2月に生まれたと考える学者もいる。この説の場合、コンスタンティヌス二世の弟に当たる、コンスタンティウス二世が317年8月7日に生まれているため、 ファウスタを実母とすることに疑問が呈されているのである。317年2月に生まれたのであれば、亡くなった時の年齢は23歳となる。また、316年2月生まれ、316年夏生まれ、314年3月生まれという別説も、並立している。ありがとうございます。